こんにちは、兄です。今日はウルトラ怪獣 X04 メカシュ50ルディアンで遊んでいきたいと思います。スーパーソフィタイム。はい、ウルトラ怪獣 X4 体目はルディアンなんですけども、ウルトラマン X のねオリジナル怪獣のようです。それではまずサイバーカードからいきましょう。サイバーカードはプラスチック製でこのような感じです。ナンバリングはねちょっとこのガトリングに隠れちゃって見えないですね。そしてねこの絵はすごいですね。ソフビが結構ずんぐりむっくりしてるんですけど、カードのルディアンはなんかめちゃくちゃやる気満々です。そして、ここにねサイバールディアンって書いてあって、タイプ M は何でしょうかね。マシンとかメカとかそんな感じでしょうか。裏面はこのような感じで006サイバールディアンタイプ M です。メカッシュ50ルディアンをモチーフに作られたサイバー怪獣だ。アンノウンということでね姿はわからないです。身長41メートル、体重4万トン。オリジナルのルディアンは両腕からハイパーガトリング砲弾を連射する。パワーは半分以上ありますね。ぼちぼち強そうな感じです。それではソフビ本体見ていきたいと思います。もうね全体のこのフォルムがすごい可愛いですよね。ずんぐりむっくりしていて、特にこのね胴体部分のこの丸、これは本当にまん丸で、なんかサッカーボールみたいにね見える、この感じがすごく可愛いです。配色としてはもう成型色のこのなんて言うんだろう、グレーと緑のアイノコみたいな色が、まあ、ベースになっていて、そしてここのねいろんな部分の金色、金色以外は塗られてないですね。塗装部分はそんなに多くないタイプです。で、そうですね、モールドがねすごくて、こういった部分のね細かいモールドがいっぱい入っていて、なんて言うんだろう、メカっぽいんだけど、そのなんだろうね、エジプトとかのそのなんかの壁画とか、ピラミッドの中とかに書いてある模様とか、そういうのにねこう近い模様に見えなくはないです。ちょっとアップで見ていきましょう。はい、お顔はこんな感じでね、メカっぽいんだけどちょっとね犬っぽい感じにも見えなくはないです。そしてねここの、まあ、あのモールドっていうかね、中のこう細かい模様っていうのがすごい入ってますね。もう手のこういったところもねなんかこう細かいモールドが入っております。ちょっとね塗装が少ないんでこういった部分は分かりにくいんですけどもね、この金色の部分のモールドとかすごい綺麗です。で背面はこのような感じで、もうこういう形で見るとねサッカーボールに見えちゃうっていうね感じですかね。はい、で、ここのガトリングの部分はなぜかここ1門だけ金色に塗られていて、他は塗られていないです。こっち側の手も一緒ですね。下半身はこのような感じで、この辺のモールドもね細かくは入っているんですけども、塗られているのはこの部分だけで、サイドとかはもう全くですね。ちょっとね塗装もう少し塗ってくれてもいいかなっていう気はしないでもないかなっていうところです。最後に音声確認していきます。ガオディクションを起動します。ルディアン解析中。はい、音声はこんな感じでした。鳴き声がね入ってるとやっぱり燃えますね。でソフビ本体はちょっとね塗装少なめではあるんですけども、形がねすごい可愛らしいので、気になる人はね買ってみてはいかがでしょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。